村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー大橋ロコです。村上直樹さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。10月17日の月曜日です。ドル高が進んでいます。ドル円相場は148円台まで、ドル高円安進んでいるんですが、なんといっても先週はアメリカのインフレの指標が強く出たということが大きかったかと思います、はいはい、9月の CPI 消費者物価指数ですが、総合 CPI は6月の 9.1 から見れば 8.2 と低下傾向にあるんですが、コアですね、コア CPI 前年同月比 6.6% 上昇、先月その前の月が 6.3% でしたので、伸びが加速。この 6.6% というのは1982年以来の大きな伸びであると、はい、コアの方は生鮮野菜、まあ、食品とかエネルギーを除いた部分ですね、うん、そうですね、まあ、要は、ね、ガソリンとかそういうの関係ないところのインフレが、まあ、また一段とここに来て、伸びが高まっちゃってる。で、まあ、前年比だと今おっしゃったように40年ぶりの高いんですけど、まあ、前月比ね、あの前の月からの伸びっていうのがコアベースで 0.6 なんですよ。6ですね。で 0.6 って先月も同じ、まあ、CPI ショックってなって8月分もプラス 0.6 だったんですけど、まあ、僕もねイメージではまあ 0.3 か4ぐらいに下がるのかなと思ってたんですけど、まあ、残念ながらそうじゃなかったっていうことで、まあやっぱり高インフレが FRB も困ってるし、なかなか落ち着かないなっていうのが一応先週示されてしまったっていう、そういうことですよね。で中身を見るとね、よく言われてるそのもう物の価格はほとんど上がってないんですよ、はい、そのコアといってもコアを財とサービスって分けると、はい、その物財、あ、そう、車とか中古車とか、うん、むちゃくちゃ上がってた。中古車もすでに下がってますし、はい、まあ、新車はまだ、ね、上がってるんですけど、であと物で言うと例えば洋服とか、はい、あと、まあ、パソコン類とか、まあ、結構そういうのは下がってきてるんですよ。下がり始めてるんですよ、うん、だから、はい、まあ、今こう年末商戦迎えて、よくその在庫が積み上がっちゃってるみたいな話をちょっとたまに聞くんですけど、やっぱりその物はね作りすぎてちょっとやっぱりね余ってるんですよね。じゃあ物価という意味ではなんか下がってるの、だから物価という意味では実はその物という意味ではそうなんだけども、でもインフレ率っていうのはこれはね、はい、あの特に先進国の場合は6割ぐらいがやっぱりそのいわゆるサービスなんで、まあ、アメリカの場合はそのやっぱり家賃の割合がめちゃくちゃ高いっていうことなんで、結局伸びが加速したのはまあ家賃も高かったんですけども、その家賃以外のまあ細かいね、あのサービス、まあいろいろなサービスあるんですけど、特に今月はあのなんかね自動車のレンタル、なんだ、自動車レンタル、レンタカーの料金がね、あの確か 1.5 とか2ぐらい前月比上がったりとかしてて、まあ、それだけじゃないんですけども、まあ、そういうのがね結構なんか起きちゃっていて、まあ、それって普通に考えると、まあ要は人件費が上がっていて、まあ、それをこう価格にオンしてるっていうことだと思うんで、まあ、やっぱりね、あの目先に関してはやっぱりこれは FRB もね、ちょっと警戒、インフレ警戒をよりこう強めざるを得ないんじゃないかなという、まあ、そういうインプリケーションで、マーケットの反応ももう12月まで75ベースの利上げっていうのがもう、まあ、まだ完全に織り込まれてないですけども、織り込まれているような状況なん で僕もまあ個人的な見通しですけれども、 FRB の、 まあ11月のね、FOMC に関しては75っていうのが、まあ、もう CPI の前から織り込まれていたんで、まあ、それはいいんですけれども、やっぱそれ以降12月に関してはこれ見方、あのエコノミストの見方は分かれてるんですが、まあ、僕はどちらかというと75継続じゃないかなというふうに思ってます。まあまあ、ただね、これ75でどんどん上げていくと思うね、あっという間にもう 5% とか 6% いっちゃうわけなんですよ。でだから、で一方で先週の議事要旨ね、9月の先月の FOMC でのその議論っていうのが一応議事要旨っていうので明らかになってますけれども、まあ、もちろんまだインフレがね、インフレを抑えるのが一番大事だっていう議論もとか一番多いんですけれども、ただ一方で、まあ、ブレイナード副議長とかが、まあ、よく講演で言ってますけれども、まあ、そろそろやっぱこの利上げしすぎて、ね、そのネガティブな、要は景気悪くなるっていうところをちょっと見ていかなきゃいけないよね。まあ、当然タイムラグがね、利上げしてからすぐ悪くなるわけじゃないんで、さすがにこれだけやってきてもそろそろネガティブな影響が現れるんじゃないかっていうことを結構議論していて、でやっぱりそれも一定程度その、まあ、
まあ、なんていうの、賛意を示す、要はそれに賛成するような意見も結構あったんですよ。だからまあ両論併記、まあ、短期的にはちょっと利上げず、まあ、続けざるを得ないんだけど、でもやっぱり来年見据えるとね、ちょっとこれもう利上げをね止めないといけないよねっていう議論もしてることは確かだと思うので、はい、だからずっと続くわけじゃないっていうことだと思うんですけども、まあ、ただ目先的にはね、はい、まだだし、どちらかといえばその年末ぐらいまでは、まあ、12月の FOMC 年末ですけれどもまではやっぱりインフレ警戒っていうのをインフレ警戒っていうのがメインのテーマであり続け、それが株式市場をこう押し下げるっていう状況がちょっと続きそうかなというふうに個人的には予想しています。そうですね、はい、CPI だけではなくて先週はミシガン大学のインフレ期待、1年先のインフレ期待は前の月の 4.7 から 5.1 に上昇、はい、5年から10年先のインフレ期待はその前の 2.7 から 2.9 へ上昇していたって、うん、はい、こちらも、はい、これも結構聞きましたね。聞きましたね、はい、まあこれね、先週の金曜日のね、アメリカの金利上昇と、まあ、ドル円の、ね、上昇、ドル高、円安なんですけども、まあ、これ実はイギリス の, トラス政権が、トラス首相がその会見したタイミングとこのミシガンのね、発表が重なっていて、多分先がトラス首相 の, 会見だったんですよ。でやっぱり トラスさん、もうイギリスについて多分説明する時間ないんで、まあ、多分みんなニュースしてると思うんで、とりあえずもう財務大臣が更迭になり、で一応その法人税の減税は、取りやめるという、でそれをトラス首相自身が一応説明したっていう記者会見だったんですけども、まあ、それがあまり評判が良くなくて、でそれでなんだこれっていうことで、イギリスの国債金利が結構その瞬間から上がっていたら米国金利も上がり、でこのミシガンの、インフレ期待の上昇っていうのが、まあ、追い打ちになった形で、10年金利が一気にまた 4% アメリカの10年金利が 4% にいったっていう、はい、そういうことなので、まあ、どっちがっていう話ではないんですけれども、まあ、両方ちょっと重なっちゃったので大きな変化になったなっていう感じはしますね、うん、まあ、確かにまあこれの単月だけだと動きで見ると、まあ、それは FRB は心配ですよねっていうことですよね、結局ね、これはね。だから結局インフレ指標全部が先週は上に出すぎちゃったんで、まあ、FRB の判断としても大幅利上げ続きそうというのは、まあこれは仕方ないかなっていう、そういう感じで感を見てます、はいはい。まあ、単日たった1日の動きだけのことを質問するのも何なんですが、うん、木曜日この CPI 出た後株ってドーンと下がったんですけど、はいはい、引けてみたらすごい上がってたんですが、うん、あれなんだ、まあ、別に意味がないでしょ。意味はないですね、まあ、金曜日また下がりました。そう、金曜日また下げてるし、はい、まああれでね、相場のこう転換かみたいなのは一部で、そう、まあ、ありました、そういう見方もね、ありましたけれども、買いたい人はそう思った、まあ、でも結局金利がまた上昇してしまうとなかなか株上がらない、ね、っていうことが分かったので、まあ、やっぱ根幹の部分はね、その FRB のところ、を見ておかなきゃいけなくて、 FRB のもう姿勢もさっき言ったようにやっぱり景気減速ちょっと始まったらちょっと変えなきゃっていう議論はしてるんですよ、うん、だからも問題はだから、ね、もうちょっと減速が本格的に、はい、まあ、雇用統計とかも含めて、より景気後退っていうのが見えてくると、お、まあ、当然 FRB の姿勢も変わってくるだろうということになるんで、まあ、それを待ってればいいかなっていう気がしますよね。これ単年レート 5% いきそうですか、うん、ね、それはね結構本当に微妙になってきてるんですよ、はい、で僕は75ベースの利上げが続くと思ってるんで、はい、もう結構これで 4.5 超えるんで、はい、あと来年だからもう一回50やるともう5にいっちゃうんですけど、はい、まあ、でもそのやっぱ5今 4.5 で一応まあドッツがねあるじゃないですか、はい、だから5を超えるっていう議論って、まあ、結構ねそこはやっぱ考えると思うんですよ僕は。 FRB はね、で一応今アメリカの中でもそのタカ派の人はタカ派のエコノミストは 5% 超えるって結構言ってるんですけど、うん、まあ、でもその、まあ、なんて言うんでしょう、この 5% に一気に超えて 5% を超える金利上昇がもたらす意味っていうのをこれどう考えるかで、その先週の金曜日ブラードさんね、はいはい、ブラード総裁ですら、まあ、タカ派なんですけど、まあ、ちょっとこれだけじゃ決められないよみたいに結構言ってるんで、だから 5% まではやっぱり距離があるんじゃないかなと思うんですよ。だから利上げは多分早く利上げするんだけど、どっか段階で決めても打ち止めするっていうのはもう決めてると思うんで、もちろんインフレがねこの 0.6 で上がりすぎたら多分どんどん上げると思うんだけど、まあ、その可能性も低いとすると、まあ、来年になってくると一気にこう
スタンスが変わって打ち止めっていうのは、まあ、全然あり得るかなっていう気はしますよね。とりあえずこの年内までは高波継続は、年内はまあ、僕の見通しが外れてもしかしたら12月11月の FOMC を境に変わるかもしれないんですけども、その可能性は低くなったっていうことだと思うんで、年末まで要注意で、で来年になれば、まあ、状況が変わるっていう可能性は十分あり得るかなという気は僕はしてるんですけども、はい、この10月から企業決算発表が本格化するということなんですが、はい、アメリカのその見通し、あんまり下方修正ない、そうですね、これは僕が見てる指標なんですけれども、はい、そのまあ、いわゆる、まあ企業の、はい、企業のアナリストさんですね。企業のそれぞれの企業を分析されている、個別企業を分析しているアナリストさんの、まあ、予想の集計値っていうのが大体こういわゆる市場コンセンサスになるんですけども、でそれがね、これこの12月要は1年先っていうのが集計されてるんですが、それがねあんまり下がってないんですよ、でちょっと楽観的かな、でこれをね、これがやっぱり僕の感覚からすると、はい、やっぱりこれだけの景気の変動が多分これから予想されていて、そうすると多分企業業績の予想ももっと下がる、普通の景気後退であれば普通下がるんですよ、はい、で下がり始めてからでいいと思うんですね、株価のタイミングは。でそれは僕はそう思ってるん でそれを見てまだちょっとなんか、まあ高止まってるのはそうなんですけど、全然下がってるって感じがないんで、まあちょっとやっぱりこのまだ楽観はするのはちょっとまだね早いかなっていう気がしますね、はい、はい、ということでちょっと株式市場はまだ買い出動には早いかなということなんですね。あと先ほどちょっとイギリスの話出ましたけれども、財務省の退陣だけで済むのかっていう、なんかそういうムードみたいですね、トラスさんがお辞めになるリスクっていうのもちょっとあるみたいな、まあ、イギリスの政治なんでね、全然僕正直わからないんでメディアでそう言われてるっていうのも知ってますけれども、まあ結局ここまで混乱させてしまって、首相が責任取らないのかっていうのは当然出てくる話で、まあ、その、トラスさんの辞任を、まあ、ある意味催促している相場だっていうふうに解釈してる人もいますけども、まあ、でも、まあ、僕は冷静にかけてその、次のハンスさんでしたっけ、財務、はい、新しい財務大臣が元が、ね、で、まあ、新しい方が、まあ、それなりにまともなものを出してくれば落ち着くんじゃないですか、まあ、それも見ないでなんかどうなりそうかとかちょっとなんか言えないかなという気はしますけどね。あとちょっとクレディスイスの件はいかがですか、日経新聞も取り上げるまで、まあ、日経新聞さんが、はい、取り上げたんでもう、まあ、みんな周知のことになったので、まあ、僕自身はあんまりこれで金融危機が起こるっていうのはちょっと可能性はもともと低いと思ってたんで、まあ、そういうふうに、はい、コラムでも書いてましたし、まあ、一つの銀行さんの話じゃないかなっていう感じがしますね。金融の世界でいろんなことが起きているので、そのどこが儲かるセクターかとかね、いうのはいろいろ変わってきてるんで、まあ、そういった中での、一つの金融機関さんの中での、まあ、いろいろそのね切り離すのは何なのっていう思惑がメインじゃないかなっていうふうに個人的に見てます。はい、はい、そして、まあ、皆さんがとても気になっているのはドル円相場の行方かなというふうに思うんですが、もう150円が射程圏内に入ってくるということで、前回介入した9月22日の介入の水準より、まあ、上の方にもちょっとこう上がってきていると、まあ、これスムージング、まあ、オペレーションでの介入だということになれば、そのスピードを抑えるだけなので水準はあんまり気にしなくていいというのは大前提でわかるんですが、はい、ここまで来るといつ入るのかっていうふうにこう、まあ、それはね当局者じゃないとわからないんで、僕当局者じゃないんですいませんわかんないんですけど、10月13日先週ね、ストンと1円ぐらい円高になる局面があって、ね、ここでやったんじゃないかという憶測が、まあね、覆面介入じゃないかっていう言葉が出てますけど、はい、まあ、僕もそれは、ね、記事だけ見て、でむしろその日銀当座預金のねそこの数字を見てると変わ、まあ、結構変化があるんで、まあ、可能性はあるでしょうとしか言いようがないって使った可能性がある、はい、だって言わないってね財務省の方がおっしゃってるんで、 そうですね、それでなんかしたんだとかっていうのもそれも単なる何だろう憶測であり誤報になるので、はい、まあ、それは当局の発表を待つしかないんじゃないですかね。めったのことは言えない、ね、まあ、基本的にはもうでアメリカの金利上昇とほとんどもう10年債がやっぱり 4% で定着するかどうか分かんない、まあ、分かんないんですけども、でももう ここまでやっぱ上がっちゃってると、それはまあ150円に近づいてもまあそれは仕方ないかなっていう感じはしますよね、はい、でこれだけドル高が世界的に進行して、これ日本だけじゃないんですが、世界的に進行するとこれドル高是正に向けて各国から声が上がっていて、第二のプラザ合意的なことがあるんじゃないかというような憶測
期待が広がっていたんですが、バイデン大統領は先週、いやドル高でいいんだというようなドル高容認発言もしているので、はい、そういう憶測は一周されたと、この、ね、憶測は、まあ、どっかのメディアか、まあ、僕もなんかどっかの、 証券会社からレポートでちょっと書いてた かなと思ったんですけど、はい、だから少し話題になってるってのはその通り、どっかのメディアが言ったんでしょうね、まあ、これだけドル高になってるから、いろいろなそのドルの指標いろいろあるんですけども、状況が1985年に似てるっていう、うん、まあ、そういうことなんですけれども、ね、はい、まあ、どう考えてもあの当時とそのアメリカの経済環境が違うからっていう、まあ、だインフレが当時はインフレ高かったんだけど、やっぱりちょっと収まっていたっていう状況、収まりつつあったっていう状況だし、うん、だから、まあ、一番はやっぱアメリカはアメリカの都合で当然やるし、でそもそもその金融政策だ、あんまりそのそもそもね、あの介入は日本だけやっていて、もうあんまりアメリカってそのこの1980年代の時のように為替政策として明示的にそのなんかやるっていうのはもうやらなくなってるんじゃないかなと僕思ってるんですよ。で要は金融政策がこうであればこうだ、要は金融政策の方向に従ってドル円なりその為替が動くのが自然であり、でそれはその枠組みは滅多なことでは崩さないっていうふうに僕は変わってると思ってるんですね。プラザ合意は滅多なことでしたね。プラザ合意はあのまあなんて言うんでしょう、ちょっとこう為替のマーケット自体がこう未成熟で変動も大きくなり、かつその金融政策がやっぱりこうね、まあ、全近代的だったってこともあるんですよね、はい、当時は、はい、でどうしてもその通貨マフィアみたいな方々でこうなんかなんか政治的に決まるとなんか大きな流れが作れたっていうのが多分1980年代だったと僕は思ってるんですよ、はい、で今って そもそもそういう状況じゃないんじゃないかなっていう気がしていて、はい、だから仮に協調介入したからじゃあそれで変わりますかって言われて変わるかどうかなんて分かんなくて、それは経済状況とか金融政策の方が僕は影響大きいと思ってるので、結局 FRB が利上げ続けてる限りはドル高が続くって考えた方が僕はいいんじゃないかなと思ってるんですよ。だからまあそういうこともいろいろあり、その経済、まあ、そもそも経済状況的にアメリカのからするとドル高の方がいいよねってバイデンさんがおっしゃってるぐらいだし、そうですね、バイデンさんがおっしゃってるってことはあのパウエルさんもイエレンさんもみんな思ってるわけです。だからまあありえない、一言で言うとありえないっていうことでよくて、しかもその、はい、もう時代が変わってるんだからそんな全近代的なことはやらないんじゃないかっていう、そもそものその何て言うんですか、僕の見方があるんでって、まあ、いろんなことが語れるんですけど、まあ、基本的にはまあ、与太話ということでいいんじゃないかなというふうに僕は個人的には思ってます。はい、はい、ありがとうございます。そして、自治体の貯金とも言われる財政調整基金、これが膨らんでいるというニュースがあります。これがどういうものかというと、災害時などに自由に使える財源として自治体が毎年の余剰金から積み立てているものなんですが、コロナ禍これだいぶ使って給付などしたわけですよね、はいはい、でだいぶ減ったというふうにされているんですが、これがまたものすごく増えているというニュースです、うん、自治体全体の基金残高20年年度末から 1.7 兆円増えて 8.6 兆円あると、これ1989年以降で最大に積み上がっているということで、はい、お金は結構ある。これなんでかっていうと、企業業績回復などによる税収とか地方交付税の増加が追い風になって、うん、1回使ったけどまた積み上がってますよという。そうですね、これはあのね、21年度末なんで、要は去年の3月ですよね、20年度末からそうですね、21年、まあ、去年も結構その、まあ、菅政権から岸田政権に変わる過程で、まあ、コロナが結構1年、まあ、今もコロナが結構大変ですけど、もっと大変だったじゃないですか、はい、でコロナ対応でね、あのお金をこう結構使っていて、でこれ地方交付税の増加が僕は一番大きいと思ってるんですよ。で要はそのこれ要は臨時で、要はコロナ対応でそのいわゆる営業協力金みたいなのって、これって自治体ごとにやったじゃないですか。かなり配りましたね、うん、で東京都でもよく配ってましたけど、はいはい、でそれが多分あの多めにね、去年はねもう使ったわけですよ、あの予算があるから、で、はい、国からね、はい、で実際どれだけ使うかっていうのは、まあコロナの状況次第だし、別に全部使わなきゃいけないわけがなくて、やめればあの必要なければやめればいいわけだし、やっぱ多めにちょっとね交付税がいってしまい、はい、積み上がった部分は結構あるんじゃないかな。要はその、うん、お金がね、そのコロナ対応ってやっぱり予算どうしても読みづらいから、その予備費が余ってるっていう話もそうだけども、結局そのお金全部使われてないっていう部分が結局バランスシート上あの積み上がってしまったっていうことは結構大きいし、まあ、あとはあの記事にもあるように、
企業業績その税収が増えてるというのはこれはね国のベースでもそうだし、それは当然地方のベースでも、はい、ね、同じようなことが起きているっていう、はい、いろいろこう積みな要因が重なって、一時的な要因、コロナの部分が一番、コロナ対応のそのお金のね結果的に使い残した部分が結構大きいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってはいるんですけど、別にこれだから良くないとかっていうわけじゃなくて、ね、この資産アセットがやっぱり無駄というか無駄なところで積み上がっているんであれば、それをこう若干スリム化して、例えば何らかのその財源にフローベースの財源に一時的に使うとかっていうのは結構あり得るとは思うんですけども、なかなかね一旦積み上がってもね、なかなかそれはややその既得権益みたいになるんで、あんまりこうすぐには変わらないのが問題だと思うんで、そういうところを少し、ね、見直して、その先週出たその買いため特会のね、その為替先の部分の、これも結局ストックでどれだけ積み上がった部分で、要は稼いだ部分を大儲けっていう、どう使うかっていう議論で、はい、あまり僕は知る限りこうそこを柔軟に使おうっていう感じではないと思うんですけども、本来そこはね政治が少しこう介入して少しは工夫がしうるかなと思いますけども、残念ながら今 のメインの政治家の中ではそこまでお考えになっている方はあまりいらっしゃらないのかなっていう気はしますね。こういうところをうまく使えば、東京都の場合もともと9000億円あった基金、飲食店などの休業協力金などで取り崩して、2021年には21億まで減った、これが今7272億まで回復しているっていう話なんで、何かあった時はこう弾力的にこう使っていってですね、だから使うことは ね今回コロナ対応ですごくその雇用調整助成金ですごい使ったじゃないですか、で一気になくなったわけですよ。だからそれぐらいバッファーにしとくことは意味があるんだけど、でもそれはそもそも、ね、必要であれば使えばいいわけだし、だからあまりこうアセットを政府サイドで積み上げていくってことはあまり要は無駄なお金を積み上げてるだけなんで意味がないと思うん でその代わりね、なんか増税とかいう議論が、いつまでたってもずっと続いてるわけなんで、だからそこはね総合的に考えて本当はねやった方がいいのかなっていうふうにはいつも思いますけどね、その政府なんですが月内に総合経済対策策定するということで、岸田さん、円安環境を生かして輸出拡大などに取り組む企業の支援策も盛り込むと、で支援企業数が1万社で、100億円規模の予算を計上するという、この1万社って何なのかなっていうのもちょっとあれなんですが、そうですね、ちょっと僕もこの記事しか読んでないので、正式発表してないからあまりこうね、うかつなことは言えないんですけれども、まずその円安メリットを生かします的な政策はいいと思うんですよ。前提はいいと。これは多分先週も少し込めた、ね、少し前向きだっても言ったかもしれないです。要はこれ円安を是正してどうのこうのしようって話になると金融政策も揺らいじゃうんで、これは結構問題なんだけども、今のところは金融緩和にして円安になって、でそれで、メリットのある部分は当然あるんだから、そこを生かしていきましょう。一番、ね、典型的なのはこれインバウンドで、実際にその、入国制限を緩和して、多分、ね、それなりに外国人の方が来られて、これがねマクロ的には結構影響は来年にかけて結構あると思うんで、それはそれでいいと思うんですけども、ただねちょっとこの政策、ね、この、だけで言うと、まず支援企業数が1万社で、補正予算が100億円なんで、なんかこれどうやら中小企業さん向けかもしれないんですよね。なんか新聞見ると要はその多分その頑張ってる企業さんにもっと輸出をしてもらいたいっていう、特にその中小企業さん、あまりこう中小企業さんってもともとやっぱ海外にその販路を、持ってきにくいんで、そういう、ね、できるんであれば輸出できるような環境にしましょう、状況にしましょうみたいなね、設備投資、支援とか、あとその雇用とか、その単純にだってやっぱり人がいないから、どうやってこう要は海外の販路を拡大するかっていう、そういうのはそれはそれでもしできればいいと思うんですけども、ただそれはじゃあこのね対象者1万社のその定義というかその対象が何なのかっていうのはいまいちこうよくわからないですよね。で規模もそんな実は100億円って正直大きいように見えますけど、マクロ的に見ると全然たかが知れてるんで。そういう意味でちょっと突っ込ませていただくと、規模が小さいという意味では、あまりマクロ的には効果ないだろうというのが1点と、あとその
どういう基準でやるのかっていうところで、本来その企業への支援っていうのは本当困った時にやればいいだけの話なんですね。円安で需要環境追い風になってるんだったら、それはそのままもう自由にやらせて、できるところはガンガンやってください、はい、で金融緩和でサポートして、今の低金利を生かして資金必要だと思えば資金調達するだろうしっていうのをやればいいと思うんですけども、はい、それをなんかこうなんかある意味その公的部門が勝手にこの輸出を増やしたいみたいな、そういうのって市場原理と少し離れてるわけじゃないですか。あ、なるほど。だからそういう意味では僕は財政政策全般は出した方がいいと思ってるけども、出し方はできるだけ公平にかつ幅広く大規模にっていうのが大前提だと思ってるんですけども、まあ、ちょっとその基準からするとちょっと微妙な政策かなっていう、ちょっと円安メリットって言葉がいいにしても、円安メリットってのはいいんだけども、それを名目に少しこの局所的に、ややこう、まあ、その使い方をね、あんまり公的部門がこう、ああだこうだ言うのはあまりよろしくないかなって気がするんで、少しこうなんか疑問符というか、多分ネガティブな影響の方が大きいような気がしますね。なるほど、まあ、市場に任せてこう成長させるべきであって、そう、企業が考えるわけですよ。そうですね、その中小企業さんだって凹んだところには埋めていくけど、そう、こう経済がすごく経済全体が悪くなってどうしようもなくなったところをこう救うとかっていう、はい、一時的に救うとかっていうところはいいと思うんですけども、うん、伸びていこうとするところはそれは勝手に伸びるわけですよ。そうですね、ちゃんと金融緩和徹底してお金だって自分でファイナンスできるわけだから、はい、だからそれをこうなんか政府部門がなんか後押しするにしても、なんかそれって単なる補助金じゃんっていう、それは政府が決めた事業にとかでビジネスするっていうのは、それはね、別に資本主義とは真逆のことだと思うんで、まあ、ちょっと微妙かなっていう気はします。まあ、ちょっとそこはもうちょっと中身を見てまた来週以降判断したいと思いますけど、今のこう、出ているベースだとちょっとあまり よろしくない政策なんじゃないかなっていう気がします。はい、はい、ありがとうございます。はい、今週も村上直樹さんに伺いました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。